ご紹介いただきました、9月4日に総務副大臣に就任いたしました二之湯でございます、検討会の委員の先生方に大変お忙しいところご参集賜りまして誠にありがとうございます。心より感謝を申し上げたいと思います。本検討会におきましては昨年11月にですね地方法人課税のあり方等に関する報告書を取りまとめていただきまして、その趣旨を踏まえてですね平成26年度の税制改正において法人住民税のですね一部の交付税減収が行われましたけれども、さらなる返済是正が必要であるとこのように思うわけでございます。またその後本年のいわゆる骨太の方針ではですね法人実効税率の引き下げの方針が示されまして、また税制調査会においてですね外形標準課税の拡大等について、方向性が示されたわけでございます。そこで本検討会を再開していただきまして、地方法人課税のあり方について関係団体のご意見等も伺いながらご検討いただき、今後の参考にさせていただきたいと思います。私も以前総務大臣政務官を拝命した際にですね地方法人税、創設に携わりましたけれども、地域間の返済税源返済のですね是正をはじめ地方法人課税や関係する制度について幅広く検討していく必要があると認識をしたわけでございます。委員の先生方にはさまざまな角度からご幅なご意見いただきまして、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けてですねぜひともご協力をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。